皆さんこんばんは、マリノスケです。今日はね、また最近スキンケアや、ハンドケアですね、ハンドケアなどについて、質問いただくようになったんで動画にしようと思いました。よかったら、最後までお付き合いください。前に化粧下地のおすすめをご紹介させていただきました。化粧水の、おすすめはこれじゃん、これです。私が使ってんのはこれです。もうこれがね、もう化粧水の中で一番おすすめかもしれないっていうぐらいおすすめです。愛用歴は、長女がね生まれるか生まれないかぐらいの時やったんで、もう8年目ですね。愛用歴8年目になります。すごい愛用してる私で、これもねどっかのね動画で、ご紹介させていただいたことあるんですよ。けど、よかったら検索してみてくださいみたいな感じで終わって、メッセージやらコメントやったかな、結構ねちらほら探しても検索しても見つかりませんみたいなねコメントねいただいたんですよ。すいません、もう今回はこの動画のの概要欄に、これのね URL 貼っとくんで、よかったらチェックしてみてください。これ愛用歴8年なんですけど、途中ね、それこそ話題になった化粧水とかいろいろね途中で試したんですよ。でもね絶対これに戻ってしまう、それぐらいおすすめですね。まあ私肌荒れしやすい方なんで、いつも肌が綺麗っていうわけではありません、ご了承ください。見ての通りです。今30歳なんですけど、肌がねもともと綺麗な人って もはや肌が強いんですよ。わかります？もう肌荒れしやすい私からしたらそうなんですけど、肌が綺麗な人って何使っても多分綺麗、本当に。それって多分肌が敏感肌じゃないから多分綺麗やと思うんですけど、私の場合はもう敏感肌で、顔に似合わず敏感肌で、ちょっとねなんかあかんの使ったりとか香料がきつかったりとか、ちょっとねいろいろ良くない成分がちょっとでも入ってたらでもめっちゃ荒れるんですよ。なので、常に私は綺麗なわけではございません。でもたまに、例えばねそれこそ女子の日とかで肌荒れした時でも割となんていうのかな、整いやすくなりました、元に戻りやすくなりました。それってね絶対これのおかげやと私は思ってるんですよね。これ一時期ね定期購入いつもしてるんですけど、一回引っ越した時に住所変更を忘れてこれ切らしたことあるんですよ、数ヶ月ぐらい。2ヶ月、ね、選べるんですけど定期購入、今選べんのかな、ずっともう2ヶ月に1回の定期購入なんで、他の何単位があるかわかんないんですけど、すいません、もしかしたら1ヶ月とか3ヶ月とかあるかもなんですけど、なかったらすいません。私は今2ヶ月コースのまんま、これ注文してて、なので引っ越して住所変更し忘れた時に、2ヶ月4ヶ月3ヶ月かな2ヶ月かな、まあ、とにかくねそのぐらいこれが来なかった日があるんですよ。私が悪いんですけどね。それ使ってない間めっちゃ肌ダメージ受けて、あこれすごいなってすごい実感したんですよね。本当はねこういうのって誰にも教えたくないんですけどね、こういうところでね性格の悪さ出ますよね。本当は教えたくないんですけど、でも、もうねいいもんを紹介していきますって私宣言したんで、もう思い切って紹介します。はい、こちらですね、これメディプラスゲル。まあねいろんな余談は置いといて、ほんまにこれねいいんですよ。まずねちょっともうそんな口で言ってるよりやった方が早い。これほらこんな感じの化粧水でもないジェルでもない、こうやってほらわかります、動いてんの、ほらめっちゃ柔らかいテクスチャー、わかります、わー落ちた、ちょっと落ちるぐらいすごいんですけど、でもほらわかります、こういうジェル状なん、わかりますかね、これ伝わったらいいな。これいつもどうやってるかっていうと、もうこれ今すっぴんなんですけど、眉毛ティント、そういえばマツエクしたんですよね、またいらん話しだす、マツエクしました最近。
もうすっぴんなんで洗顔後なんでこれやっちゃいます。マツエクと、目が悪いんでコンタクトはしてます。で眉毛ティントもしてます。はい、なのでね、すっぴんって言ってもすっぴんって言える感じじゃないんですけど、すいません、何も肌についてない状態なんでこんな感じでいつもみたいにやります。もうね、さっきみたいにプシュプシュってやってこういう感じですね。もう中から外、下から上が理想なんですけど、もうね、もうちっちゃい子とお風呂入って、7歳5歳1歳がいるんですけど、子供とお風呂入ったらね、まず子供を服着せんのが優先、その次子供ドライヤーしな風邪ひくじゃないですか。もうそんなんで自分の化粧水乳液美容液とかねやってられないんですよね。だからもうこのポンプ式のがめっちゃ助かるんですよね。もうプシュプシュってやって、こうやって手に広げて、こんな感じです。いつもの塗り方もうダメですよ。丁寧にできる人は丁寧にしてください。でも私の場合はこんな感じです。こうやってこれで完成、おしまい。わかりますか、こんな感じです。でこれオールインワンゲルなんで、もうこれでほんまにおしまいです。もし、なんやろな、もしって私もそうなんですけど、エアコンガンガン効いてるなとか、ちょっと乾燥が真冬でひどいなっていう時は、これをこうやって塗った後に、なんやろ、下地にも使えるようなクリームをご紹介させていただいたんですけど、毎日メイクの動画かな、で下地にも、化粧下地にも使えるクリームを紹介させていただいたんですけど、それを束に塗ったりします。でこの手に余ったこの化粧水ありますよね、これをこのここにこうやって塗り込んでます。このシワこうやって曲げて、こうやってこのシワに、シワと爪の根元ですねにこうやって塗り込んでいます。お風呂上がりに化粧水して、余った化粧水をここに塗り込むっていう感じですね。ほんでね、そんなことをやってるんですけど、手めっちゃ褒められます。ありがとうございます。手綺麗ですねってインスタグラムでも、YouTube でも、とにかくね、手褒めてもらいます。ありがとうございます。私ね、これのおかげってずっと思ってるんですよね。っていうか絶対これのおかげ、UV ランプで、前の仕事ネイリストなんですけど、 UV ランプでね、結構こう紫外線が当たるんですね。最近の UV ランプはLED とか多いんで、まあまあまあそこまでなんですけど、私の20代前半の頃は、その LED とかなかったんで、 UV ランプ結構当ててて気にしてたんですよね。なので毎日こう化粧水余ったらこうやって塗ってたんですけど、ほんと分かりますかね、このしっとり感。ほんとこれだけなんですけど、たまにね、これのハンドの場合はこれを塗って、アイハーブ購入品でご紹介させていただいた MSM ローション、それもねチェックしていただきたいんですけど、を上から塗ったりするんですけど、もう毎日のケアはこれです。顔に塗って、ハンドに塗る。そしたらほんまにね、手綺麗ですねって、なんかやたらめった言えへん、褒めてもらえるようになりました。これどうですか、手綺麗か分かんないんですけど、しっとりはしてると思います。赤切れも1箇所しかありません。1箇所あるんかいって感じなんですけど、でもね、ほんま1箇所だけです。結構ね、洗剤使ったりとか、家事でも毎回手袋とか つけて料理してるわけじゃないんで、ガンガン洗い物もするし何やってるんですけど、今のところね、赤切れ1箇所だけです。すごい優秀、どうしよう。でこれ、私がね買った時がね20代前半なんですよ。で1本定期購入で3900いくらなんで、確かもう引き落としなんであんま覚えてないんですけど、4000ぐらいなんですね。4000、1本4000円で、2ヶ月に1回の定期購入にしています。で主人とお風呂上がりに、主人も化粧水こうやってひげ剃りの後塗るんですけど、2ヶ月持ちます、うちんちで。なので1人1ヶ月1000円の計算なんですね。それそもそもこれなんで買おうと思ったかっていうと、まずね、社長さん、これを開発した社長さん自身も肌荒れに悩んでるみたいな、なんか広告を確かね私見たんですよね。で私自身も肌荒れ悩んでたんで、その社長さんの写真見たら、めっちゃ社長さんの肌が綺麗やったんですよ。これにかけてみようと思って買ったんが最初です。で
4000円かと思ったんですけど、まあ子供もいるし、エステって1回行ったら数万円するじゃないですか。しかも数万円もするもの、子供がいて20代前半とかやったら、まあそんなにね、あのなんて言うんですか、余裕がありまくる家計じゃなかったんで、どうしようかって悩んだんですけど、ふとね、その月に1回エステ行くのと、これ1本買って4000円で買って毎日ケアするのとって天秤にかけたんですよね、20代前半の私、若い頃。こっちを試してみようって思ったんですよ。ほんで、買ってみたんですけど、もうこれが大ヒットでした、自分の中で。どうですか、結構ね、これほんま今これだけしか使、お風呂上がりにこれだけしか使ってない、お風呂上がりなんでちょっとパジャマすいません、あのお風呂上がりにこれしか使ってないんですけど、どうですかこのうるうる感、よくないですか。私的にはおすすめなんですけど、もちろんね個人差はあります、あるんですけども、まずはね、試してみてください。よかったら数ヶ月、きっとね、あのそう2ヶ月に1回のペースで来るんですけど、たまにね、あのまだあるなっていう時があるんですよ。そういう時に私の母親と義母にプレゼントしたことあるんですけど、2人ともこれええなってめっちゃ言ってました。これすごい、あのうちの母親もめっちゃこれプシュプシュ、1回3プッシュとか4プッシュ使う時あるんですけど、あの全然持ちますね。2人のお母さん喜んでました、本当に。最近主人のお母さんお肌の調子いいなって思ってたんですよね、プレゼントしたこと忘れて。でお母さん最近肌調子いいですねって言ったら、くれた化粧水使ってんねんって言ってくれはって、あそうやプレゼントしたんやったみたいな、やっぱりこれいいなと思ったんですよね。本当におすすめ。なんだろう、何がいいんやろ、自分ね、そんななんか私もこれに詳しいわけじゃないんですけど、メイドインジャパンとか書いてますね。で、主人がこの会社で働いてるとか、そういうことではないんで、どうぞ安心して、動画の概要欄の URL チェックしてみてください。私の一押し化粧水でした、ありがとうございます。おまけいきますか。おまけ、最近こちら買いました、 MAC の化粧水。これも化粧水かいって感じなんですけど、これは、スキンケアじゃなくてメイクをした後に、こちらを上からこうシュッシュッシュッってやります。そしたら化粧崩れ防止になるんでこちらを使ってます。今までは、オリジナルの透明ボトルの方を使ってたんですけど、最近買ったのはラベンダーの香りを買いました。はい、よかったらこちらもチェックしてみてください。メイクした後にシュッシュッシュッってやって、こうやって手でパタパタパタって乾かすと、化粧崩れ防止にすごい役立っています。以上マリノスケでした。ちょっとね顔がテカテカやけど、これはいい感じのテカリです。はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいねボタンぜひよろしくお願いいたします。長々と長々とありがとうございました。またね、バイバイ。